称ですって。本土上陸トーラム本土、はい、行くらしいですよ。に到着するってことですね。上陸するってことは、あけど本土上空の危機ってことでシナリオでございますよ。14章ですって。明日来るんですか。はい、え、コラボ来るのに、はい、明日ストーリーも来ちゃうんですか。ボリューム多いけどボリューム少ないからやります。ああ、なるほど。まあ見るメインみたいなって感じですか。まあそうね、ね、っていうことね。ってことはそうなんだよね。13章ワールドトレジャーが入るってことですね。はい、来ますよ。はい、まあ前も言ったんですけど、意外になんかそれっぽい行き止まりは少ないんで、はい、まあまあちょっと大変かもしれないですけど、まあでも一回分かっちゃえば分かりやすいんでって感じでございますね。よく言ってましたよね。道間違えた先にね、宝箱あったりとか、よく置くんですけど、あんまりそう行き止まり的な明確なものがあんまなかったんで、まあ割となんか道中にポロッと置いてある可能性はある。結構いいクリスタもいますからね。まだね。ね、ついべの復刻もございます。いやー、盛りだくさんだな明日。まあゆで復刻なんでこっちは、まあ一旦後回してもいいんじゃない。優先順位つけてね、復活の雫をいっぱいもらえるイベントですね。ね、こういう感じのまとめて交換があります。いやタイミング的にはもう完璧じゃないですかね。イベントコラボで交換じゃありますから、そうですよね。まとめて交換できになるんで、一気にね。そう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 、まあ多少ね操作が楽になりますねってことで、いやいいよ、これは欲しかった確かに。はい、でレイドマッチングに関しては先週入ったんで、まあ入ってないって感じですね。そうそう、明日だと思ったらもう先週入ったわっつって、もうアプリ申請に入ってますと、あ、入ってんだっつって、はいって感じでございます。ね、ジュンブライドの復刻があります。まあ復刻とはありますけど、一応新しいティアラとクラウンが入ってます。去年はうちの番組 MC がなんか結婚したとか言ってたんで、まあちょっと衣装をそっちの衣装にしたんでティアラとクラウンなかったんですけど、まあ今年は普通にまたそうクラウンとティアラにしました。でシナリオの14章の2話が一応入る予定です。まあ高難易度に関しては、まあ、一応前回も言ったんですけど、ちょっと実装時期を変えてますので、アニバーサリー後に一応入れる予定となってます。はい、家具もね、まとめて制作入れてほしいよねってことで、まあそれはそのうち、はい、AD 制作中です。そうですね、このリストね。はい、はい、まあここも変わりなくって感じですね。はい、まあ一応ギルド交流とパーティー募集とバザーが一応次入る予定です。あ、順番的に、順番的に、はい、まあアニバまでには入るかな、それかアニバと同時かなぐらいですね。まあ7月前半かな、それから6月後半かな。早ければ相変わらず入ってないです。全部いじってたら一生終わんないんではいって感じです。さあ、あとね、最近ねマーケットがですね、登録数がめちゃくちゃ増えたせいで、出品してるのに表示されないみたいなのがちょこちょこ出てるらしいんで、ちょっと近々マーケットもバージョンアップする予定です。機能回収というか、いわゆるマーケットの出品されてる数がその上限を超えてるんで表示されてないらしいんですよ、一部が。多分収集品とかがワンチャン出品多すぎて出てない可能性があるんで、ちょっと今調査中ですね。ね、カテゴリーごとになんか何千件って登録できるんですけど、まあちょっともうそれだと溢れてるっぽいんで、ちょっと溢れてる場所見つけて、そこのちょっと増強しようかなっていうところですね。ちょっと今安いリストもちょっとそれの影響でなんか一部出ないらしいんで、そこもちょっとシステムそろそろ改良しましょうかっつって、なんだかんだね何年も使っててるんでマーケット、そうそうそう、長年なんでちょっと今状況確認してもらってるって感じですね。で、あとリカバリーでなんか状態異常が消えないんだけどっていうやつも、まあ、最近ようやっとエラーの場所が分かったんで、一応近々直す予定ですね。